こんにちは。今回はこちらのエステイ・デュポンというメーカーのボールペンを紹介します。エステイ・デュポンはフランスのメーカーですね。1872年にシモン・ティソー・デュポンにより設立された歴史あるメーカーです。今年でちょうど150周年ですね。設立当初は上流階級向けに旅行用のトランクを中心に作っていました。最初にボールペンをデザインしたのは1973年のことで、きっかけとなったのはジョン・F・ケネディの夫人であり、その後ギリシャの大富豪と再婚したジャクリーン・ケネディ・オナシスの愛用している特注ライターにマッチするようなペンがあったらという言葉でした。なので高級ボールペンだけで見ると約50年の歴史となります。ただ上流階級向けにトランクやライターを作っていたメーカーなので、そのデザイン力というのは疑いようがないものかと思います。今回は2009年に発売されたデフィーというモデルを購入しました。デフィーコンポジットマットブラックスラッシュブラッシュコッパーヴィンテージ。ちなみにデフィーのラインナップはこんな感じ。こんなのもあるみたいです。デフィーはフランス語で挑戦という意味です。新しいことに挑戦するときや新生活が始まったときなど、持っているだけで力強く勇気をくれそうなデザインですよね。それではデザインを詳しく見ていきましょう。これはマットブラックのコンポジット樹脂の軸にブラッシュドコッパーのフレームという組み合わせです。ブラッシュドコッパーは何かしらコーティングされているような質感で、触ってみるとツルツルとしていてツヤもそこそこあります。ペンの形状は流線形ですね。人間工学に基づいて設計されており握りやすいです。航空機にインスパイアされて生まれたデザインらしいですが、シルエット自体はよく見るような形状ではあります。ただフレームや長めのクリップによってかなり個性の際立ったデザインになっていますね。口金にはエステイ・デュポン・パリと刻印されています。このブランドのロゴだけでもかっこいいです。日本のメーカーだとあまりロゴは入れてほしくないんですけど、これぐらいデザイン性の高いものならペンのデザインの一部としても十分に機能してくれるのかなと思います。エステイ・デュポンのボールペンはすべてツイスト式です。デフィーはこの口金を回します。これもまた独特なところですね。プチ金がある程度長くてグリップ力も悪くはないので回しにくさは感じません。僕はお店で買ったんですけど、ここの回し具合は多少個体差がありました。ペン先が少しひねると勝手に戻るものや完全手動のものなどですね。フレームはクリップ側の方は少し角がある形状です。触ってみると握り心地に影響するような尖り具合ではありませんでした。プチ金に向かって角は徐々になくなっていく形状なので、グリップ部分では尖りはほぼ感じません。背面には角がありません。クリップ側だけ角があるのはクリップとの一体感を意識してのことかなと思います。クリップは可動式で使いやすそうです。硬すぎず弱すぎずちょうどいい具合です。ただ根元を押さえてクリップを開閉することはできませんでした。クリップの長さは結構長めです。ロメオナンバー3の 1.5 倍近くありそうですね。ポケットに挿してみるとかなり存在感のあるクリップです。クリップの深さは約51ミリですね。長い。クリップの側面にはメイドインフランスと品番みたいな何かが刻印されています。小さくて分かりにくいですね。老眼だとまず読めないんじゃないかなと思います。転換部にはデュポンの D が。こちらもおそらく軸と同じ素材でコンポジット樹脂でしょう。転換部で華やかにブランドを主張しているペンよりはこういう控えめな方が個人的には好みです。簡単には外れたりしなさそうで安心です。手に収めてみるとこんな感じ。なかなかかっこいいですよね。このブロンズ系とかローズゴールドとかとブラックの組み合わせって最高ですよね。安いシャーペンでこういうのを持っているんですけど、
これも安いのに色の組み合わせで惹かれるものがあって買ったんですけどね。本当にこの2色はこの上ないコンビだと思います。ではスペックを測っていきます。長さは 14.1cm くらいですね。太さは口金との接合部で 12.1mm。 コンポジット樹脂の軸だけだと 10.6mm ですね。クリップのすぐ下で測った時のフレームからフレームの幅は 13.7mm 程度です。重さは 41g。 重めのペンです。重心位置はペン先から 8.2cm、 ちょっと高めですね。では書いていきます。デザインは最高、ただ多少好みが分かれる形状ですね。このブラッシュドコッパーに関しては指紋が目立たないというところも良かったです。ステンレススチールとかだと結構指紋が目立つみたいです。書きやすさはいいです。グリップは意外と滑りにくいです。ただ皮脂で少しヌルヌルしやすい質感です。握りやすくて 41g という数値にしては重さをあまり感じません。というのも重心位置が人差し指の根元に当たって安定感が増しているんですよね。僕はもう少し低い方が好みではあるんですけど、書き味はいいです。ペン先はブレないですね。ペンの重さはすごく好みです。重い方が書き応えがありますよね。あとはイージーフローのインクが滑らかです。購入したのは少し寒い時だったんですけど、その時はちょっとかすれが気になりました。今ぐらいの気温だと問題なさそうです。レビューはこんな感じ。コスパは普通に高いので良くはないです。このブランドが好きであるなら安いと感じるのかもしれませんが。というわけで今回はエステーデュポンのデフィーというボールペンの紹介でした。高いんですけどデザイン品質ともにいいペンだと思います。実物を見ると気づいた時には財布の紐が緩んでいる、そんな魅力を持っているペンでした。それでは今回はこの辺で。ご視聴ありがとうございました。